6時になりました。8月18日水曜日、6時になりました。おはようございます、寺島直政です。浜松町気温は 26.9 度、雲多めですが、その雲の間から青い空、青空覗いてますね。雲が早めに流れてます。スピード上がってます。今日は日本海進む低気圧、あと前線に向かって湿った空気が流れ込みます。関東地方雲多めですが、日中は日差しが出そうです。ただ変わりやすい天気でにわか雨のところはあるでしょう。北部では局地的に雷を伴って激しく降りそうです。最高気温多くのところで30度以上となるでしょう。ムシムシそうですね。体調崩さないようにお気をつけになってください。急な暑さです。東京地方今日明日ともに曇り時々晴れ。今日の降水確率1日通して 20%。 現在雨雲レーダー見てますが、静岡からですね、埼玉、そして群馬方向に向けて、あと栃木、こちらの方向に向けて雨雲が固まってます。特に今激しく降っているところはですね、静岡の富士宮あたり、また山梨の大月あたりもですね、12ミリから20ミリくらいの雨、また群馬県の前橋の東、桐生の北あたりですかね、このあたりにも12ミリから20ミリくらいの雨を降らせる雨雲があります。現在警報が出てまして、大雨警報が栃木県の那須地域、大雨注意報が栃木県、群馬県、神奈川県に出ています。また雷注意報栃木県、群馬県に、強風注意報東京23区、神奈川東部、千葉北西部、濃霧注意報群馬県に出ています。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今朝はタイガースのユニフォームですね。そうですね、多分リスナーの方でもタイガースファンは非常に多いかと思うんですが、はい、ちょっとね、後半戦始まってまだ横浜は1勝もしていないので、はい、ちょっとあの全国の阪神ファンの皆さんには大変申し訳ないんですけれども、ちょっと来させていただいてまして、来させていただいて、まあ、仕方ないですね。謙虚にですね、はい、まあ勝ってますし、はい、タイガースは。あ、そうか、まあ、1勝ぐらいくれてもいいでしょう。そういうことですね。まあ、昨日あの新人の、ね、佐藤選手に2本ホームランをプレゼントして、あ、プレゼントしたんだ、あれは。見事田淵さんに並ばれたということで、そうで、まあ、今日はちょっとお返ししていただこうかなと。なるほど、おります。まあ、こういうのはやっぱりね、まあ、やっぱギブアンドテイクですからね、世の中は。早いですか。そうなんですね。もらいっぱなしってはダメだと思いますね。そうなんですね。さて、阪神ファンの方、納得できたでしょうか。クレームは受け付けませんので、あ、そうですね。まあ、あくまでも個人の見解ですから。そういうことですね。だけどユニフォーム神話はどうですか今のところですね。先週もベイスターズのユニフォームを着まして、まあ、見事負けまして。そうですか、はい。まあ、なので相変わらず続いていてですね、もうかれこれ17回ぐらい検証する機会があって、はい、そのうち1回しか勝ってないので、もうこれはもう結構生物兵器レベルまで。これエビデンスとしてはもう、ね、そうですね、私も仕事柄こう統計をね、触ってる立場にあるんですけれども、さすがにここまでのデータが出てくると、はい、偶然で片付けるのはちょっと難しいなっていう感じがしてですね、今日はだから横浜からするとすごく苦手な相手が阪神の先発で、多分今年も全部負けてると思うんですよね。あ、そうですか、そういう意味で言うと今日仮に横浜が勝つと、もうまさしくこのデスユニフォームが効いたということでですね、より仮説は確かなものです。そろそろ月刊ムーンが動くかもしれませんね。そうですね、なんかちょっと曜日を超えたコラボもあるかなっていう気がしますよね。そうですね、はい。さて、今朝もいろいろニュースが入ってますが、毎日新聞から第103回同じ野球ですけど全国高校野球選手権、大会本部昨日出場校の宮崎商業とですね、宮城の東北学院について出場辞退を受理
したと発表しました。宮崎商業は選手ら13人が新型コロナウイルスの陽性判定を受け、保健所の判定による濃厚接触者も8人、緊急対策本部集団感染クラスターと判断しています。で、東北学院は1回戦の勝利後ですね、選手1人の陽性が分かりました。濃厚接触者も選手ら4人と特定されたんですが、大会側個別感染と判断し2回戦への準備を進めていました。しかし昨日夕方、試合に出場することで当事者が特定される恐れがあり、生徒の将来に影響を及ぼす可能性があるため、学校側から辞退の申し入れがありました。2校目の事態を受けて日本高野連は会見を行って、学校が慎重に考えて下した判断を尊重したいと説明、今後の大会運営については新たに大きな感染事例が起きたわけではなく、現時点では感染対策を強化して大会を続けたいと考えていると述べました。いや、高校野球もコロナの影響がこういうふうに出てきてるんですね。そうですね。しかも今回ちょっと切ないなと思ったのが、やはりその出る選手ってスタメンはね、はい、やっぱ強い人たちがレギュラー張ってるわけですから、その子たちが一人例えば出てない子がいたら、はい、あいつだったのかってこう特定されちゃうので、はい、まあ、要はその強い学校っていうのは控えがいっぱいいるわけですから、まあ、正直ね、その陽性になった子を変えて、はい、あの試合を成立させることは全然できるはずなんですけれども、やっぱそれをやってしまうと、はい、あの生徒がそうだったのかみたいな、こう無駄な、本当にしょうもないと思いますけど、そういう特定をする人たちもやっぱいるわけですから、まあ、その結果こういうことが起きてしまったと、はい、まあ、なのでこの先生の配慮といいますか、これは本当に素晴らしいと思いますし、正当思いだと思いますけども、一方で、まあ、やっぱね、もうこの大会のためだけにやってきた子たちなわけですから、まあ、せっかく出れた、そして開催されたってとこまでたどり着いたのに、こんな形で、まあ、ちょっと戦えなくなってしまったっていうのは本当になんか見てて、当事者じゃないですけど、すごい心苦しいですし、まあ、あとはその今回の甲子園は本当にこのコロナもそうですけど、はい、天候でかなりの試合がもう中止というか、そうですね、その、ね、延期になってしまったと、だから日程も結構ボロボロになっているという中で、はい、さらにこういうコロナっていう通常起こってない、過去に例のないことも起きちゃってるんで、ね、ちょっと大会運営難しくなってきてるなという印象を受けますね。そうですね。さて、夏の高校野球ですけれども、5日目の第1試合ですね、8回途中雨のためコールドゲームとなって、大阪の大阪桐蔭が西東京の東海大菅生に7対4で勝って2回戦に進みました。で、昨日のですね、第2試合以降の残りの3試合、今日予定されてたんですけども、また天候不良ですよ。あ、なるほど。明日に順延です。いやー、これはもう天気が今年はね。そうなんですよ。だからこれで日程がパツパツになってくるとですね、今度怖いのが、はい、登板方というか、はい、試合間隔が本当パツパツになると縮まりますもんね。勝ってるチームは、もう延々とエースが毎日投げ続けることになっちゃうわけですから、はい、そうするとね、まあ、甲子園で仮にいい成績出せたとしても、まあ、その後やっぱプロに入ったら、その時の酷使がきっかけで肘をやってしまったりとかっていうのはよくある話なのでね、まあ、本当にちょっと今回は天候とコロナ、はい、これ大会運営本当難しい、まあ、その開催したこと自体はやっぱ素晴らしいですし、はい、本当それだから応援してるんですけど、まあちょっとこれね、運営側も大変な状況ですよね。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。ただ今もお伝えした通り、東海大菅生、西東京、雨でね、これから逆転だったのにってやっぱり選手たちは思ってるでしょうからね。いや、だからコールコールが宣言された時に、はい、なんか審判の方も、本当申し訳ない感じでこう頭を下げてて、別に審判悪くないんですけど、はい、やっぱベンチでね、もう泣き崩れて、はい、こう肩抱かれてる選手とか見ると、はい、いやなんかちょっともう見てて関係、僕別関係ないですけど、はい、本当泣きそうになる感じですよね。私個人的には東海大菅生って取材したことがあるんでね。あ、そうですか。いや残念ですよね。すごい練習もしてるし。そうなんですよね。だから結局1回戦目でね、大阪桐蔭っていうすごい強いところに当たって、まあ、逆に燃えますよね。やっぱ倒してやろうって思ってただけに、
や、あのなんか幕切れの仕方っていうのは本当にかわいそうだけど、はい、まあでもプレー見てるとね、もう全然ゴロとか もう止まっちゃって、エラーじゃないのにエラーみたいになっちゃったりとかしてたので、はい、まあ、あのままやっててもできないでしょっていうのは一つあるんですけどね。ただやっぱ、あの泣き崩れてる姿を見るとやっぱ辛いですよね、見てて、はい。まあ、今ラジオ機の中で、ね、方の中でも東海大菅生を応援してた方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、非常に残念な結果になりました ね、 そうですね、はい。文化放送テラちゃん、おはよう、テラちゃん。時刻6時14分になりました。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら。毎日新聞、緊急事態拡大13都府県に。政府は昨日、新型コロナウイルス感染症対策本部を総理官邸で開き、東京など6都府県に発令中の緊急事態宣言について、20日から茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡の7府県を新たに対象にする方針、正式決定しました。また宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島の10の県をまん延防止等重点措置の対象に加えます。宣言の対象は13都府県、まん延防止措置の適用は16道県に拡大します。東京など6つの都府県に発令中の宣言とまん延防止等重点措置の期限、9月12日まで延長します。新たに宣言とこの措置のですね、対象になる地域の期間は8月20日から9月12日まで。昨日の夜、菅総理は全国に緊急事態宣言を発令する意見もあったとした上で、感染状況や医療体制に差があり、一部の県には過剰な規制になるため見送ったと説明しました。さらに医療体制の構築、感染防止、ワクチン接種、この3つの柱で対策を進めると強調しました。宣言などの解除はワクチンの接種状況、重症者数、病床利用者数、こういったものを基準に判断する方針表明しています。これ効果が薄れたと指摘される緊急事態宣言なんですが、延長の効果というのは、これは森永さん、期待できるんですかね。まあ、あのこれはですね、もはややらないよりはやった方が多少は人流が抑えられるっていうだけだと思うんですよね。はい、で結局あの先ほど菅さんのコメント引用された部分で、はい、まさに言ってたところはその通りなんですけれども、要は結局やれることって医療体制の構築か、まあ、感染防止、はい、まあ、この人流を抑えるというのはある意味感染防止の中に入りますが、まあ、あとはワクチン接種しかないねと、はい、ただそのワクチン接種も結局、変異株によってそれほど効かなくなるとか、はい、なんなら3回目のブースター接種が必要であるって話もある中 で、ね、でワクチンどうなのっていう、これは反ワクチンとかじゃなくて単純に3回目も打たなきゃいけないのっていう人も出てくると思うんですよね、はい、で感染防止、これも緊急事態宣言効果薄れてる、ないとは言わないですけど薄れてきている、はい、だそうなるともうできることって医療体制の、構築拡充しかないはずなんですけれども、はい、この1年半何やってたのっていうところなんですよ ね、結局その去年の3月ぐらいで今この話が出てるんであればいいと思うんですけども、はい、もうあれから1年半以上経っていて未だにこれ言ってるんだと、はい、でむしろ一番やりやすいとこそこなんだからやれよっていうところをやっていないと、いうところをですね、なんだかんだやっぱ国民がもうなんとなく見抜いてて、はい、なんで俺たちだけ我慢してんのという結果、その効果が薄れたっていうところにつながっているように思いますね、はい、これあくまでも個人の見解ですが、昨日のこの夜の菅総理、あと尾身会長のこの会見って見てて、記者から今、おっしゃったような森永さんがどうしてこの1年、ね、半ぐらい、分かってたのにって言っても、なんかこう明確な答えが出てこないんですよ、うん、まあ、悪い言葉で言えばはぐらかすというかですね、意味不明というか、なんかこう釈然としないんですよね。あ、そこはやっぱりリーダーとしてはですね、はっきりと、はい、まあ、そのはっきり言えばそれだけハレーションというか反発が起きるんですけども、はい、ただやっぱバシッとこうなんだと言わないとやっぱ聞いてもらえないし、そうですね、そこをリスク取らないでふにゃふにゃふにゃって言ってると結果的に、はい、まあ、国民に全く届いてないと、だから言ってること自体はそのさっき言った3つのポイントだっていうのは私は全く思って
ってる通りですし、はい、間違ってないわけですよ。医療体制の構築、感染防止、ワクチン接種、これですね、はい、なのでそこはもうバシッと言って、じゃあなぜ今その中のうち医療体制の拡充ができていないのか、はい、それはこういう理由があるんだというようなことをバシッと言えば、はい、それだけ国民は安心するのに、そこふにゃふにゃふにゃってなると、はい、え、何ってなってしまって、 そうですね、そんな中でその規制だけ、制限だけは明確にこうですって言われたら、はい、それは協力 しない人も出てくるよねという気がしますね、はい、でその規制を要請される業種、これ改めてですが、十分な保障と支援がね、ここまで来ててまたですからね、まあ、だから結構見てて、はい、まあ、報道とか見ててですね、別にこれ政府が言ってるわけじゃないですけども、まあ、よくその危機感が飲食店と共有できてないみたいな、はい、コメントが引用されてたりするんですけど、いやそうじゃないと、はい、いや別に飲食店で働いてる方たちだと別に僕らと同じ国民なわけで、いや危機感はあるでしょうと、はい、いやじゃあなんで協力しないんですかって言うと、それは別に彼らが危機感がないからダメだって話じゃなくて、十分な保証しないからなだけですよ、はい、保証してれば別に危機感云々じゃなくて普通にやめて協力しますから、はい、だからそこって別に危機感がないよねって、そっちにこう悪い、そこが悪いと言うんじゃなくて、いや単純に保証不足だからというシンプルな話なので、やっぱそこで出し惜しみしてること自体がやっぱもう大元の原因だよねというふうに思いますよね、本気でやる気か、やる気あるのかと思いますもんね。お金出さないっていう姿勢がもうその時点で本気さがない、はい、そうですもんね、ことですからね、やっぱその言葉だけじゃやっぱ人ってのは動かない、はい、お金もちゃんと見せないといけないという気はしますけどね、はい、時刻6時19分です。文化放送、おはよう、テラちゃん。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。さて読売新聞からですが、バイデン大統領撤収の正当性を強調という記事があります。アメリカバイデン大統領16日アフガニスタンで親米民主政権が崩壊後初めて国民向けに演説しました。政権崩壊が想定よりも早かったと見通しの甘さ、これは認める一方で、アメリカの戦争を終わらせるための決断を後悔していないと述べ、駐留アメリカ軍撤収の正当性改めて強調しました。バイデン大統領ホワイトハウスでの演説で、イスラム主義勢力タリバンが予想以上のスピードで支配地域を拡大させたこと、こちらに関してアフガンの指導者は諦めて国外に脱出し、政府軍は時に戦わずして崩れ落ちたと批判しました。その上でアフガン軍自身が戦う意思のない戦争をアメリカ軍が戦うべきではないと訴えました。このアフガニスタンからの軍の撤退ですが、アメリカのこの決断含めて、これ森永さんどう捉えてますか、アフガニスタン情勢を。そうですね、はい、この一件を受けて、まあ、あえてその中国のですね、はい、記事をいくつか読んでたんですけども、はい、早速このアメリカの意思決定っていうのをうまいこと使われてしまっていて、はい、まあ、結局アメリカからするとですね、その9/11とか911のあと20年間、この地域でもろもろやってきたわけですけど、結局やつらはこう無責任逃げるじゃないかというような論調を書いていて、それはあくまでアフガンの本件に関しての記事ではあるんですけれども、おそらくその記事が言いたいことっていうのは、言葉の裏にあるのは台湾であるとか、まあ、ある意味その中国が今こう領海とか領土で揉めてるようなところに対して、アメリカが一つの抑止力になっているような国地域に対して、こう掘れ見てみろと、こうなるんだぞというような、まあちょっとプロパガンダ的な形でのまあ記事みたいなのを早速中国で見ましたね、はい、中国はもうあの結構早くにですね、まあ、お互いにその、まあ、戦闘状態には入りませんよみたいなことは言ってますよね。そうですね、ですし今回 のタリバン政権に関してもまあ認める方向でと、はい、で実際その、まあ、これは別に私中東とかですね、はい、そういうのは別に専門家じゃないですけども、普通に地図見れば分かる話なんですが、まあ、やっぱ中国の地理から見たときに、その左にアフガニスタンがあって、はい、そこから左に行くとイランがあってと、はい、まあ、つまりその陸路で見たときのエネルギーのパイプラインっていうのがある意味アフガニスタン
をうまく、取り込めれば、はい、そこでつなげられるっていうのもあるし、そこからヨーロッパマーケットに対して陸路で行けるようになると、でまあ、これはもともと中国がずっと言ってるその一帯一路の、はい、構想の図の中にですね、まあ、当然ながらその地理上アフガニスタンは入っているわけですし、はい、まあ、実際その、まあ、今回そのアフガンの、件が起きたのは8月からですけれども、はい、その前の月の7月28日、タリバンの外交使節団っていうのは中国の王毅外相と会ってるわけですよね、はい、まあ、なので、まあ、その陰謀論とかじゃなくて普通に中国の影っていうのは見えていると、はい、でさらにこのアジア地域は私結構好きなので結構見てるんですけど、まあ、例えばクーデターがあったミャンマーとか、はい、まあ、2月ですかね、2月1日にあのミャンマーの全権力を掌握したと国軍が発表しましたけども、はい、あれも確か1月の頃にですね、クーデターを起こした国軍司令総監と、はい、王毅さんは確か会談をして、外相、中国の外相が、なので、はい、まあ、それが何でしょう、きっかけだとまでは言い切らないですけれども、やっぱり中国の外交、近隣諸国に対する外交っていうのはある意味、ちゃんと考えてやっているし、即効性を持っているというところは、まあ、その隣国である我々日本も注視しなきゃいけない。そうですね、だ単純にアメリカ軍が逃げていったっていうだけでこのニュースを捉えたら危ないと思いますね、はい、まあ、今後中国の動きにも注目ということですね、はい、そう思います、はい、また後ほどお話を伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。停滞する前線の影響で西日本と東日本の太平洋側を中心に断続的に非常に激しいですね、雨が降っています。九州では1週間で年間降水量の半分を超えるなど各地で記録的な大雨となっていて、土砂災害、川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。さらにまとまった雨が降ると災害の危険性急激に高まります。安全な場所で過ごすようにしてください。でこれまでに記録的な大雨となった九州北部、広島、雨が弱まってもですね、災害の危険性が高い状態が続いています。まあ、例えばこれ佐賀の嬉野市では1171ミリ、この福岡県の大牟田もですね、わずか1週間で平年の年間降水量の半分を超えているという、まあ、こういう状況で、じゃあ今後はどうなるかと言いますと、日本海西部にあります低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気、あと上空の寒気の影響で大気の状態非常に不安定となり、西日本と東日本の広い範囲で1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあるということですね。あと北日本でも雷を伴って激しい雨が降る恐れがあるとしています。前線の活動は19日以降、明日以降ですね、弱まる見込みではありますけれども、先ほどもお伝えした通り、すでに大雨となっている地域では土砂災害が多発したり、これまでより規模の大きな災害が起きたりする恐れもあります。自治体が発表している情報などを確認して、災害の危険のある場所にいる方は早めにこの安全な場所に避難するなどしてください。前線本当にこの居座ったなという感じがいたしますけれども、11日のこの降り始めからこの大雨は1週間となってですね、これまでに土石流に巻き込まれるなどして少なくとも7人が死亡、4人が行方不明となっています。でこの長引く雨が復旧救助活動の妨げにもなっています。というね、この今ニュースをお伝えしましたけども、例えば長崎県の西海市の用水路、あと周辺で先週土曜に倒れていた70代女性の2人について、県は昨日大雨が原因で死亡したと判断していますし、まあ、7人の残念ながら犠牲者が出てるという状況ですね。東京も昨日の夜急に降りました、すごい雨でしたよね。ただまあ、それこそ藤井聡先生とか、はい、うちの父親も前言ってたんですけど、土砂災害っていうのは比較的このどこで起こりやすいとかっていうのは、はい、まあ、事前に予測ができる、まあ、災害でもあるので、やっぱそう考えるとですね、まあ、しっかりとそういうところにもお金を使って、ね、事前にちゃんと策を打てるわけですから、そういうところにはもうバンバンですね、投資していってほしいなというふうに思いますよね。はい、
さあ、それではここからはニュース最前線です。新型コロナウイルス対策で政府は緊急事態宣言の対象地域に茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫、福岡、7つの府県を追加して、期間はあさって20日から来月9月12日までとすることを決定しました。また同じ時期、まん延防止等重点措置を宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島、この10の県に新たに適用するほか、これに合わせて今月31日までが期限のこの6都府県の宣言と6道県の重点措置の延長も決めています。追加と延長ということになります。森永さん、改めていかがでしょうか。そうですね、これはもう先ほども触れましたけれども、はい、まあ、そのやらないよりはやった方が人流を抑えられる、はい、まあ、多少は抑えられるわけですから、その感染する機会を減らすという意味では全く意味ないということはないと思いますけども、はいはい、ただ結局もうやりすぎちゃって形骸化しちゃっているわけですよね。で、一方でその頼みの綱だったワクチンもここに来てこう変異株だとか、はい、2回じゃなくて3回でみたいな話も出てきている中で、まあ、そうなってくるとやはりもう確実な対応策の一つがやっぱ先ほど言いましたけど、医療キャパシティを増やしていって体制を構築拡充していくんだと、だそこをやらないので、ある意味本当思考停止して、まあ、とりあえず延長するかと、はい、もうこのノリだけでやっていくとですね、おそらく9月の半ばで収まってるなんてことはまずないでしょうから、まあ、どうせ延長延長と、最悪年末までずっと延長みたいな。で、結局2021年は、はい、もうずっと緊急事態宣言出てましたみたいに、これ本当に今のノリでやられると全然冗談じゃなくて普通に起こりうる事態だというふうに思いますよね。はい、そして前の3ヶ月と比べた実質の伸び率が年率に換算してプラス 1.3% となった今年4月から6月の GDP 国内総生産、2期ぶりにプラスには転じたんですけど、緊急事態宣言を受けて個人消費が伸び悩んでいます。景気の持ち直しの動き、力強さを欠いているという指摘もありますが、森永さんはどうご覧になりますか。はい、これGDP 自体は前期比年率 1.3% のプラスで、2四半期ぶりのプラス成長と、でこれ実はですね、マーケットというか市場の事前予想はプラス 0.6% だったんで、実は上回ってるんですよね、予想されてたものを。じゃあなんで上振れたんだっけっていうのを見ていくと、実は意外かもしれないですけど個人消費なんですよ。個人消費が想定よりは良かったと、はい、でもともとマイナスなんじゃないかっていうのがほとんどの予想だったのが実はプラスでした。プラスだった。はい、でこれなんでかというとサービス消費の部分で 1,3 月思いっきり落ち込んでいたのでその反動が出たというところがあったのと、はい、あとは設備投資、はい、これが前期比でプラス 1.7% と、まあ、大きく増加したので、ええ、まあ、ここだけを見るとですね、4、6月期の GDP って予想よりは良かったし、しかも内需主導、はい、消費と設備投資で伸びたという言い方ができるわけですね。はい、ただ、年率プラス 1.3% ってその前の四半期の 1,3 月期がマイナス 3.7% ですから、はあはあ、落ち込みの半分も戻せてないだけですし、まあ、4,6 のプラス成長というのは 1,3 の反動の域を出てないわけですね。で今度市地区っていうのを見たときに、まあ、今話題にも上がりましたけど緊急事態宣言がずっと 出ちゃってるわけですから、おそらく下振れするでしょうと、はい、まあ、そう考えると、まあ、4、6月期の GDP って市場予想より良かったという事実はあるんだけれども、まあ、1月から見通しとしての7、9月までを考えると、はい、景気が持ち直したという判断はできないという感じがしますね。はい、そして感染拡大前の2年前と比べて交通、旅行、外食含むサービス消費が落ち込んだ状態が続いている、こういう指摘はあります。一方、巣ごもり消費の追い風でネット通販が大きく伸びているほか、物消費全体も2年前を上回っていますが、サービス消費の落ち込み、まあ、これを埋めることはできていません、ということは消費全体依然低迷と、このサービス消費の低迷は厳しい状況なわけですね。そうですね、経済指標だとまだ6月ぐらいまでしか見れないので、はい、ちょっとスタジオ来る前にクレジットカードの決済データとか見てきたんですけど、まあ、確かにサービス消費は5月の後半をそこに回復傾向にはあるんですね。ただ回復傾向にあるって言ってもコロナの影響がなかった2年前と比べてずっとマイナスが続いてて、はい、回復傾向って言ってもこのマイナス幅がちょっとこう縮んでってるだけなんですね。で直近足元7月後半で見ていくとかなりマイナス幅を縮めてるんですよ。はい、
だここの数字だけ見るとなんかやっぱ想像以上にみんな消費し始めてるのかなってなんとなく思ってるんですけど、ただちょっと気をつけなきゃいけないのって7月後半って連休があったりとか、はい、あと五輪が開催したりとか、はい、あとはその比較してる2年前に比べて土日祝日の数が多いとか、ははちょっとこういう特殊要因があるんで、まあ、ちょっと今の7月後半足元だけを見てなんかその数字が強いからサービス消費が戻ってきてるっていう風な判断は危ないので、ちょっと8月のデータも引き続き見たいなという感じですね、はい、そして密を避けたいという買い物客の声に応えるためスーパーの中にはですね、新たな集客お客を集める方法に取り組むところもあります。広島市に本社を置きます泉、特定の曜日にお買い得商品、これを集中させて集客を図る特売日、これを去年9月に廃止しています。まあ、特売日をなくす代わりに生鮮食品や加工食品など毎日違ったお買い得商品を設定して買い物客を分散させる、これが狙いです。でこれに合わせて広告の方法も常連客によりこのターゲットを絞った形に見直したと。不特定多数にですね向けた新聞などの折り込みのチラシ、これを半分に減らしてアプリを通じたクーポン券などの配信に力を入れていると。そして広告費などの削減で浮いた費用を日替わりのお買い得商品ですとか人気商品の値下げに当てて、特売日をなくしても廃止してもですね割安感を感じてもらえるようにしているということです。まあ、こうした取り組みの結果、特売日廃止後も買い物客の数はですねほぼ横ばい、1人当たりの購入金額は 7% 増加したということです。森永さん、こうやってスーパーも工夫してるんですね。そうですね、これスーパーのポスデータを今度見てきたら、はい、やっぱり特売日なくなってるなっていうのは数字として見えるんですね。そうですか、でこれ今寺島さんお話しいただいたのってこう企業側の努力としてそういうのやってるよっていうお話だったと思うんですけども、はい、これ実は消費者サイドも特売日を消すような動きをしていて、はい、それはどういうことかっていうと、コロナ前ってチラシとか見ながら、例えば今日はここが特売日だからここに卵を買いに行こうとか、はい、結構柔軟に動いてたんですけど、コロナになってからみんなその行くタイミングを計らずに、はい、なるべく行くときにはまとめ買いするっていう形になったので、特売日だから行くっていう行動が変化したんですよ、はい、なるべくまとめ買いすると、だそういう意味で言うと消費者からしても、もう特売日だから行くっていうインセンティブがなくなった、はい、そこに対して企業も、なんか特売日意味ないんじゃないのっていうことで特売日をやめて、その代わり他のところで値引きとかして、お客さんに還元するっていうような、はい、まあ、こう消費者側と売り手側の、はい、まあ、意向が一致した結果、こういう企業の、まあ、努力につながったということですね。そうなんですね。まあそれはそのスーパー側も努力するでしょうし、消費者側だってね、それはやっぱり感染を防ぐためにはどうしたらいいんだろうっていうふうに考えますもんね。国民がそうやって感染をなんとか抑えようっていうのが、実はこう消費行動のデータからも実は見えたりするわけですね。はい、以上ニュース最前線でした。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチュン。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。加熱式タバコをめぐるメーカーの競争が熱を帯びています。受動喫煙の懸念ですとか規制強化で紙巻きタバコの販売数量減る一方ですね、煙とか匂いが比較的少ない加熱式タバコの市場拡大を続けています。加熱式タバコというのはこの在宅時間が増える中ですね、自宅でも吸いやすいとして人気。イギリスの調査会社によると2020年の国内加熱式のシェアでアメリカのフィリップモリス7割を占めています。じゃあ日本はというと加熱式では国内シェア1割と3位にとどまる日本タバコ産業、昨日新製品のプルーム X、 これ店頭販売を全国で始めました。ちなみに値段は3980円。森永さんの周り、加熱式タバコを吸っている人っての多いですか？そうですね、私はタバコ一本も吸わないんですけども、周りは
結構この加熱式タバコ、ブルームとか、あとアイコス、はい、多いですよね。ああ、そうなんですね。あんまり紙のタバコ吸う人見なくなった気がしますね。はい、もうこの文化放送はですね、喫煙所というところがありますもんですから、はいはい、まあ、そこに消えてくだけなんですね、喫煙者は。なるほど。だから私の周りで吸ってんなっていうのは見ないんですよ。あ、そうです。消えるか戻るかっていう感じですからね。エコノミスト森永卓郎さんは、お父様かなりの愛煙家のようですね。まあ、もうタバコ依存症でですね、そもそも大学出た後タバコ吸いたいっつって今の JT に入社してますし。そうだったんだ。僕の覚えてる子供の時の記憶でいうと、タバコってこうちょいちょい値上げするじゃないですか、はい、値上げするっていうのが決まると、だいたい軽トラ1台分ぐらいタバコ買い占めてですね、僕のおもちゃとか全部入ってる押し入れを全部バーンとおもちゃ出して、そこにもうタバコ買いだめたタバコを全部軽トラ1台分ですか、押し込むんですよ、はい、でもあれなんか葉っぱなんで、やっぱ梅雨の時期とかしけるじゃないですか、はい、なので一部は冷凍保存したりみたいな、なんかもう業者、家がなんかもうタバコのタバコ業者のようにいつタバコの卸始めたんだろうみたいな、タバコ屋さんみたいな感じですね。おもちゃとか全部追い出されてですね、な感じでしたね。じゃあやはり そこまで持ってないとなんか安心できない、安く吸いたいんだと。でしょうね。ねえ、そういうことですよね。で、喫煙に対する規制が強まる中、喫煙文化研究会という団体がありまして、喫煙の自由を訴える活動を行っているということですね。で、東京都でも受動喫煙禁止条例が施行されましたが、喫煙規制がですね、急速に進む背景について森永卓郎さんは、2017年喫煙文化研究会のシンポジウムで、欧米では屋内では禁煙でも屋外は自由、テラス席では吸えるというのが世界の常識です、ところが東京都では屋外も屋内も禁煙にして、さらに家庭内も禁煙にしようとしている、これはファシズム以外の何者でもありませんと激怒だったんです。禁煙ファシズム、これなかなか過激な言葉を使いますね。いや、ただですね、これあのコメンテーターをこう家業とするときにですね、はい、一番やっちゃいけないポジショントークってやつで、もう最低ですよ。最低。これあのなんか要は喫煙者目線で言うと、吸える権利をもうどんどんこう排除されてるっていう、もう完全な吸う側のポジショントークですけれども、まあ、これ逆の立場でちょっと反論させてもらうとですね、私子供の頃に小児喘息を患ってたんですね、はい、で小児喘息の子って多分リスナーのお子さんにもいるかもしれないですけども、まあ、いくつかこうやっちゃいけないことってのあって、一つはその猫とか犬の、はい、まあ、ダニとかそういうものとか、あとハウスダストみたいなのはなるべくないようにした方がいいから、こまめに掃除しましょう、はい、でもう一個やっちゃいけないのはやっぱ喫煙の副流煙なんですよね。そうなんですか。やっぱその副流煙を吸って喘息の発作起きちゃったりってあるんで、なので僕子供の時ね、小児喘息なわけですから、はい、家庭内で吸うわけないですよね、こう思うんであれば。あ、そうですか。バンバン吸ってましたね、隣で1日2箱3箱吸ってましたから、まあその僕の立場から見ると、いや、禁煙ファシズムよりも人権侵害してますけど大丈夫ですかみたいな、まだファシズムの方がマシなんですけどみたいな、これありますよね。2019年森永卓郎さん、喫煙できる喫茶店でおなじみだった喫茶店のルノワールがですね、禁煙を決めたことにコメント。1日1箱をたしなむ愛煙家でもある森永氏は、法律が成立したのでこれまでのようにタバコを吸いながら仕事をしたり打ち合わせをしたりできる喫茶店は存続できなくなる、禁煙ファシズムがここまで来たかという感じだ、当然お客さんの数は減るし業界全体がかなり追い詰められているとコメントしたということです。完全ポジショントークですね。これ業界のことなんか気にしてないですよ、ただ吸いたいだけです。そういうことですか。はい、まもなく7時です。7時になりました。8月18日水曜日、7時になりました。
おはようございます、寺島直政です。雲が結構出ているものの日差しも出てまいりました。浜松町 27.4 度ですね。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。雨雲レーダー見るとですね、関東の北の方、群馬の桐生とですね、栃木の足利の間、この辺りにそうですね20ミリくらいの雨を降らせる雨雲があります。ちょうどこの群馬と栃木の県境あたり、やや栃木県寄りにこの雲の塊が見えております。さて今日は日本海へ進むですね低気圧、あと前線に向かって湿った空気が流れ込みます。関東地方雲多めですが日中日差しが出そうです。変わりやすい天気でにわか雨のところがあるでしょう。北部では局地的に雷を伴い激しく降りそうです。最高気温多くのところで30度以上となるでしょう。蒸し暑さですね、ムシムシしたこの感じも増して急な暑さとなります。どうぞ体調崩さないよう気をつけてください。東京地方今日は曇り時々晴れ、一日通して降水確率 20%、 現在大雨警報が栃木県の那須地域、大雨注意報が栃木県と群馬県、神奈川県に、海沿い波浪注意報、強風注意報が東京23区、神奈川東部、千葉北西部、濃霧注意報群馬県に出ています。今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。森永さんよろしくお願いいたします。日経新聞の記事です。新型コロナウイルスの感染対策グッズが売れなくなっているという記事です。販売失速、スーパーマーケット店頭の8月初旬の販売動向を調べると手指、手と指ですね、手指消毒剤、これは前の年の同じ時期に比べて8割少なく、万能除菌剤は感染拡大前の水準すら下回っています。全国のスーパーおよそ460店を対象に集計する販売時点情報管理データから来店客1000人あたりの販売金額を抽出、感染拡大前の3ヶ月間の平均を100として、その後の販売動向をですね週ごとに指数化しています。で、東京都で4度目の緊急事態宣言が出て3週間が経った8月2日から8日、消毒液、消毒ジェルを含む手指消毒剤の売れ行き、これが343でした。宣言前の7月上旬と比べればやや増えたんですが、前の年と同じ時期に比べると 77.8% 減。除菌ウェットティッシュ、ハンドソープ、手洗い用の石鹸、除菌スプレーなども減少しているといいます。感染対策グッズが手に入りづらかった時期もですね一時的にはありましたが、これは森永さん、危機感の緩みなのか、もうたくさん持ってるのかね。えこれはですね、はい、まあ、ちょっとニュースに対してマニアックなツッコミをすると、はい、まずこれ販売時点情報管理データ、つまりポスデータベースで見てるんで、おそらく EC で買ってるやつはカウントされてないんですね。 EC、 はい、はい、e コマース、あ、 e コマース、はい、なので要はその感染拡大してなるべく外出しないようにしようってことで、はい、結構皆さん Amazon とか楽天とか使ってネットで注文してるんですよ、はい、でそれはポスには反映されてないっていうのがあるので、まあ、もしかするとそのネットで買う人が増えたからこっちの数字は伸びなかった可能性があるっていうのが1個と、はい、もう1個はその前年同期比っていう形で見ちゃってるので、ちょうど去年の、今頃ってこう第2回目の、緊急事態宣言みたいな時期だと思うんで、そこと比べて今ちょっとその売れてないっていう比較はあんまり正しくないのかなっていうポイントはまああるかなっていうツッコミをした上でですね、まあでもやっぱり私自身の個人的な印象としても、こうスーパーとか買い物行くと入り口ではい、プシュプシュってこうやる、足で踏んだりね、そうそうそう、手でプッシュしたり自動で出てきたり、あれをやらない人増えた気がするんですよね。だからそれは気の緩みなのか、それともそのちょっともうどこ行くにしてもあれやるん で、ね、手が荒れちゃうからやだっていう人もいるかもしれないんですけども、確かに一時期に比べるとシュッシュってやる人が少なくなった印象はありますね、はい、うん、ですからそうですね、今ふっと思ったのはもう外に出るともう行く店行く場所でありますよね。 そうなんですよ、それやりますよね。家だったら石鹸でいいんじゃないかみたいに思い始めたりとかね、だからやっぱ、あとあれ、
手荒れる人いると思うんですよ ね、 あそうですね、あの肌弱い人ってやっぱねアルコールとかあんなもう、はい、1回ぐらいでいいと思うんですけど、例えばスーパー行ってコンビニ行ってとかってその数分数十分おきにあれシュッシュッシュッやってたら、手荒れちゃうと思うんで、まあ、そういう意味では気が緩むというよりは、それ以外の原因もこのニュースにはあるのかなって気がしますけど ね、 あと新型コロナの感染対策グッズ2020年春に特需が発生、必要量を超えたまとめ買いに走る消費者もいて、その反動で販売が鈍っている、まあ、こういう見方もできると。ただ変異ウイルスの流行で足元では大都市圏中心に新規感染者急増しています。ワクチン接種の進展も一進一退となる中、感染対策の重要性去年以上に増している、こういう指摘があります。まあ、感染の収束現時点では見えてませんからね。そうですね、まあ、あの立場上なんか僕もこのコロナのコメントをよく求められることもありますけども、まあ、結局医者でも感染症のプロでもなんでもないんで、まあ、そのワクチンがどうとか、他の特効薬がどうみたいな話は僕はできないんですけれども、ただ間違いなく言えることはですね、やっぱその個人ができることって、そのなんか薬がどうみたいな議論してもしょうがなくて、やっぱ手洗いうがいちゃんとして、マスクして消毒してで栄養を取って、どうして寝るみたいな、そうですね、まあ、それぐらいしかできないと思うんですけど、ただ意外とやっぱそれがすごい大事なんじゃないかなと、別にコロナに限らずですけども、やっぱそのコロナ禍においてみんななかなか外に出る機会もなくなって動かないじゃないですか、でも家にいて手持ち無沙汰だからついこう完食しちゃったりして、そうするとやっぱ運動不足で太ったりして、で生活リズムも在宅勤務してると崩れたりすると、こうなるとやっぱり免疫力も落ちるでしょうから、まあ、だから僕ら個人ができることっていうのは、まあ、そのすごくなんか簡単なことですけど、そういうものを徹底し続けるしかないのかなと個人的に思いますよね。文化放送おはようテラちゃん、時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。産経新聞、経済損失最大 3.4 兆円に。政府が昨日、新型コロナウイルス変異株拡大で緊急事態宣言の期限延長と対象地域の追加を決め、回復が遅れた個人消費一層下押しされると出ています。民間エコノミストの試算では4回目の宣言による経済的な損失が今回の措置を受け3兆4000億円から1兆円程度に拡大する見込みだと。ただ自粛疲れで人流と感染の抑制はともに限定的になる可能性が高いとしています。野村総合研究所エコノミストの試算では、個人消費、東京や大阪など6つの都府県に対する現行の宣言が9月12日まで延長される影響で6700億円、7府県が新たに加わる影響で5600億円の損失が発生すると。延長拡大前の2兆1900億円が3兆4200億円、6割増加する計算です。また第一生命経済研究所の長浜首席エコノミストも、国内総生産 GDP ベースの損失、これが7500億から1兆2000億円に増加すると見込みました。政府は宣言の延長拡大を踏まえ、百貨店など大型商業施設への入場制限の徹底に加え、混雑した場所への外出、買い物の 回数、これを半減するよう求めます。自粛疲れで緊急事態宣言の効果も薄れてきていると言われていますが、まあ、この宣言の延長によって経済へのダメージ、これ森永さんはどうご覧になりますか？そうですね、やはりあの宣言の延長プラス今回その大型商業施設に対する入場制限等も追加でなされるわけですから、まあ、そうするとどれだけ自粛疲れで人が出始めようと、行く先がもう物理的に閉じられてしまうわけですから、そういう意味では当然消費がその分抑えられるというか、しようがなくなっちゃうわけなので、まあ、これぐらいの規模の個人消費の損失というところは十分出てしまうだろうなというふうに考えますね。はい、で政府昨日ですね、新型コロナウイルスの感染拡大で助成率を引き上げている、雇調金、
雇用調整助成金、この特例措置11月の末まで延長する方針を発表しています。この雇用調整助成金ですが、企業が従業員を休ませた、休業させた場合に国が企業に支給します。で、政府はコロナの影響で業績が悪化した企業の支援策として、助成の日額、1日に払う額ですね、日額上限をおよそ8300円から1万5000円に引き上げました。一時的に生活費が必要な人に最大20万を貸し出す緊急小口金、これも11月末まで延長と、まあ、こういった支援策ですが、これ森永さん、これ十分と言えるのかどうか。まあ、雇用調整助成金に関しては一時期はですね、もう段階的に縮減してすぐ辞めてしまうみたいな話もあった中で、はい、まあ、延長されたわけですし、はい、まあ、この補助金によって失業率が低位に抑えられているっていうのはもう間違いなくデータで見えてますから、はい、これがまあ延長されたということは良かったなと、はい、ただこれはあくまでその雇用面での保障であって、まあ、先ほどのその物理的に入場制限をかけてしまうところに対する事業者への補償、はい、これは別でつけないと、まあ、いけないと思いますので、まあ、いい加減その飲食店だけに協力金を払うんじゃなくて、はい、ちゃんと協力してもらう事業会社に関しては、まあ、産業の区別なくですね、はい、事業規模に応じて補償していくというようなことを多分していった方がいいと思いますね、はい、続いてはこちら、日経新聞、国債金にマネー対比、世界の金融市場で警戒感が高まっています。昨日のヨーロッパ市場でイギリス、ドイツなどヨーロッパ株が軒並み下落して始まりました。原油価格も急落した一方、安全資産とされる国債、あと金にマネーが流入。新型コロナウイルスのデルタ型のこの感染拡大で、中国やアメリカの経済回復の勢いに陰りが見え、アフガニスタンをめぐる地政学リスクも影を落としているということなんですが、このあたりいかがですか。これはちょっと個人的に本当かなって思うとか一個あってですね、はい、このアフガニスタンをめぐる地政学リスクって、これ日経の解説でよく出てくるんですけど、実際そのアメリカとかの投資家とちょっと話す機会があって話聞いてみたら、日本の投資家ぐらいな気がしましたね、印象としては。なんかアフガンのこれで地政学リスクがとか言ってんのは、そうですか、日本のメディアが書くことないからそういう適当な解説つけてるだけで、別になんかそれによって相場がクラッシュしますみたいな話をしてる、少なくとも話した限りの海外の方一人もいなかったんで、なぜかアフガンリスクって日本人だけが騒いで売ってんじゃないのと。そうですか。まあ、実際ね、アメリカ市場は昨日まで、はい、まあ、一昨日までずっと高値更新してきてますから、いや別にアフガンリスク関係なかったよねって話ですし、日本だけがなんか無駄にこれを材料視して、ずっとダラダラ下げてるという印象ですね、はい、で昨日のヨーロッパ市場、イギリス、フランス、ドイツの総合株価指数16日に続いて下落して始まったと。昨日のアジア市場でも上海総合指数が 2% 安、まあ、これだけ指数が落ちてる、これはどうご覧になりますか。そうですね、なのでこれはアフガン云々じゃなくて、実は一昨日とか昨日発表された米中の経済指標が軒並み悪かったんですね、はい、これを受けて、まあ、そのデルタ株の感染拡大による、はい、まあ、景気の先行き不透明感っていうところが嫌気されたから売られたっていう方が多分正しい認識なんじゃないかなというふうに思いますが、はい、ただ、まあ、一個気をつけなきゃいけないのは、その発表された中国の指標確かに良くなかったんですけれども、これは一部ですね、洪水あったじゃないですか、はい、SNS でもね、なんか地下鉄が浸水してる動画とかいっぱい流れてましたけど、なんか胸ぐらいまでね、そうですよね、来てて車内の影響が7月の、中国の経済指標を押し下げたという特殊要因があるので、まあ、だからそこを除けば言うほど数字ほど実態は悪くないんじゃないかみたいな、見方も投資家は結構冷静に見てるというふうには認識してますね、はい、で代わりに買われたのが国債で、こうした動きの背景にあるのがアメリカと中国の景気悪化に対する懸念だと。両国ともデルタ株の拡大が経済のこの重荷になっていると言われているということなんですけど、これはどうですか。これは投資資産をですね、株以外に債券とか、はい、まあ、金をはじめたコモディティのようなものに分散投資している場合って、はい、まあ、ここ最近ずっと株が上がってた、まあ、その日本株はちょっと置いときますけど、アメリカ株なんかずっと上がってたわけなので、そうすると値上がりしていくと、その投資のポートフォリオ
の中でこう値段が上がってから株の比率がブイーンと上がっていくわけですよね、はい、そうなるとちょっとその自分の投資している資産の組み合わせの中で株の比率がちょっと高くなっちゃうから、はい、一旦ちょっと利益を一部出してそのお金で、その比率が減っちゃってた国債とか金っていうところに資産を移動させるっていう動きなので、まあ、その株式市場から資金が逃げ出してるみたいな捉え方ではなく、まあ、ちょっと一旦調整をしているというような感じかなと思いますが、ただその米中の景気がなんかちょっと不透明感あるよねっていうコンセンサスは世界的に投資家の中では持たれているという印象は受けますね、はい、さあ続いてはこちら行きましょう。産経新聞、大学生就職内定率 85%。就活情報サイトリクナビ運営するリクルートは昨日、令和4年の春卒業予定の大学生の就職内定率、今月1日時点で 85.3% だったと発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大前で学生優位とされた2002年の卒業生よりも 5.9 ポイント低いという結果でした。こういう結果が出ましたね。多分あれですね、はい、2002年じゃなくて令和2年の卒業生ですね、はい、あ、そうですか、うん、はい、まあ、やはりそのコロナでですね、オンラインで面談しなきゃいけないとか、いろいろとこうやりづらいところも学生さんサイドからするとあると思いますし、はい、やっぱ企業からしてもですね、まあ、ここまで、コロナが長引くとも思ってなかったでしょうから、はい、まあ、そういう意味で言うとこれから先、じゃあいつ終わるんですかというと明確に経営者もわからないと、いう中でこうなかなかうまく、採用してもらえないというような子たちが増えた結果なんじゃないかなというふうに感じますよね。あ、そうですね。で、一方その同じコロナ禍の影響を受けた前の年と同じ時期に比べて 4.1 ポイント増加、去年4月に発令された初の緊急事態宣言以降ですね、企業が採用活動を制限する動きが広がって全体的なスケジュールが遅れたことに加え、今年はオンラインでの採用活動が浸透したことも増加の背景と見られています。今後大学生のこの就職事情ってこれどうなっていくんですかね。まあ、やっぱある程度はオンライン化していくんだろうなというふうに思っていて、実際私もちょっと大学生と話す機会あるんですけど、まあ、やりづらいということはやっぱ言う子は多いんですよね、でこれは私もなんかよくわかるのが、はい、やっぱセミナーとか講演とかがオンラインになっちゃって、はい、私がこうスピーカーとして喋るときはやっぱやりづらいんですよ。聞いてる人がどんな表情してるのかもわからないし、そのやりづらいよねって話は学生もしているんですが、ただ一方で、地方から出てきた子たちとかと話を聞いてると、はい、やっぱオンラインの方がいいと彼らは言うわけですね、なんでかというとやっぱ東京とか大阪とか大きいところで合同説明会とかがやっぱ当然ながら多いわけで、はい、それにいちいち受かるかどうかも分かんないのに、行くのが片道やっぱ1万2万かけて宿泊代もかかってみたいな、っていうのはやっぱその経済的な負担がすごい大きいので、そういう子たちからすると逆にそのオンラインにしてくれた方が、はい、まあそこも受けられる、ここも受けられるっていう数打てるわけですから、まあ、だからこれは結構その何でしょう、立場によって、だから首都圏に住んでる子とかからするとなんかリアルでやった方がなんか相手の顔見えてやりやすいってあるんでしょうけど、はい、まあ、だこれは結構よし悪しだなと。あともう一個言ったのがやっぱその海外の学生取りたいと、はい、いう時にはやっぱオンラインの方がやりやすいよねということはよく聞きますね。ああ、そうなんですね、はい、続いてはこちら。日経新聞、介護給付10兆円に膨張。介護サービスの給付拡大が止まりません。利用者負担を除いた給付費、2020年度に10兆円を超えた模様です。新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化した2020年春、一時的に介護施設のこの利用控えが見られたものの、介護にかかる費用は再び膨張しています。政府は8月から所得の高い高齢者の自己負担を増やしましたが、持続可能な制度につなげる効果、これは限定的という指摘もあります。この介護給付の問題なんですが、これどうでしょう。ただこれまあ簡単な試算が出ててですね、まあ、要はここにあったような負担とかを増やしたところで、はい、給付額全体の 1% ぐらいにしか満たないという試算があるんで、はい、だからそういう意味で言うとあんまりその
単純に負担が増えるけど、それほどの効用が見られないということを言われているので、だそういう意味で言うと、その国民に負担を強いるぐらいだったら、はい、国が金つければいいんじゃないの、はい、というふうに思ってしまいますけどね、はい、でこの要介護認定受けた人などが介護サービスを受けると、所得などに応じて1割から3割自己負担です。で残りが給付金で、半分を40歳以上が支払う介護保険料、残りの半分が公費、これで賄っています。で厚労省の介護保険事業状況報告、これをもとに集計してみますと、給付費は2020年度にいたしたと。で制度が始まった2000年度の3兆2400億円から3倍以上に膨らんだ形ということのようなんですね。介護にかかる費用のこの膨張抑制に向けて期待されるのがデータを活用した介護だと。厚労省は今年度からケアの内容と介護を受けている高齢者らの状況などをデータベースとして集めて、重症化の予防に向けた介護計画に生かす新たなシステムを導入すると。またこれもですね、入力負担が大きすぎるなど、普及にはこの多くの課題が指摘されているという、こういうところも出ておりますが、これはどうでしょうね、森永さん。なのでそのデジタル化みたいな形でですね、その作業を効率化していくっていう、はい、これは別に別軸でやればいいだけの話だと思うんですね、はい、今後高齢者増えていくわけで、はい、その介護のニーズは当然高まっていくわけですから、はい、そこをなんかこう生産性を上げていく努力をしていくっていうのは別にそれはそれでやればいいと思うんですけれども、ただやっぱそのそこに対して働くワーカーの方たちに対する給料とかっていうのも、これってじゃあ民間の努力で全部賄えっていうんですかっていう話で、やっぱそれはおかしいので、さっきのその負担を国民に強いるんじゃなくてってところと一緒なんですけれども、やっぱここも国が金出せばいいんじゃないのと思うんですよね。でよくそのこの介護給付の話するときに、やっぱその財源がみたいな話して、なのでその高所得者からは多めに取るしかないんだみたいな話をする方って結構多いんですけれども、いや別にその高所得者のその格差の是正みたいな観点から別にここの財源を取る必要って僕はないと思っていて、別に国債発行すりゃいいじゃんというふうに思うんですよね。だからなんかその何をするにしても財源がないから税金を上げますとか保険料上げますとか、すぐその負担の方に話がいっちゃうんですけれども、いやそうじゃなくって、まずその必要なんでしょと、であれば国が金出せばいいじゃんと。ただその中で無駄に使うわけではなく、ちゃんとその生産性を上げていく努力は各自現場でしていくとかっていうことは、それは別軸でやればいいよねというところなので、そこで分けて考えればいいんですけれども、なぜかこの話になると、なんか財源がないから保険料上げますみたいな、すぐそっちの話に行ってしまうというところが、この一時が万事で、全てにおいてつながってくるなと。コロナで苦しんでる国民とか事業者がいるよねと、救ってあげるために金出せというと、今はそれ出してあげるけれども、これだと困っちゃうから、コロナ終わったらまたちょっと税金で回収させてもらいますみたいなことをすぐ言うじゃないですか、本当にこの発想、いや出しゃいいじゃん必要なんだからっていうスタンスをいい加減取ってくれと、なんで必ず国民の負担を上げることから調整しようとしてんのかなっていうところがですね、やっぱこういうニュースを見るたびに、いろんなコメントを見てて、朝からイラつくっていう感じですよね。確かにね、だからお金持ちだって、なんで我々からってことになりますもんね。そうなんですよ、だからそのじゃあお金持ってる人が悪人なのかっていう話 で、ですよね、別にその悪いことして私別にお金持ってるわけじゃないんですよっていう、ね、一生懸命仕事した結果お金を得たのかもしれないし、なんでそこをなんかあたかも悪人のように扱う、持ってんだから出せばいいじゃんっていうのはね、おかしいでしょっていうところですよね。これはね、はい、時刻7時30分になります。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ文化放送おはようテラチューン。時刻7時30分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。
デリカシーがない気持ち悪いと国内外で波紋を呼んだ名古屋市の河村隆市長の金メダルかじり事件。もうこんな名前ついちゃってんですね金メダルかじり事件、お尻かじり虫みたいな感じですね。いや本当ですね、懐かしいですね東京オリンピックソフトボール日本代表後藤選手の金メダルをかじった問題で河村市長は16日、給料を3ヶ月カットする処分を自身に課すと発表しました。給与カットの額は3ヶ月で150万円になるという報道もあります。かじったばっかりに給与3ヶ月カットっていうことなんですけども、この、自分で決めたとはいうもののこの措置どうですかね。いやまあその反省のね意図色を示す意味でやるっていうのは別に構わないんですけども、ただもうこういうのってもうこの年だと治んないですよね。だって別に悪いことしてやろうと思ってやったわけじゃないわけですから、ね、もうナチュラルにそういう人なわけなので罪悪感なかったんでしょうからね。だからまあその反省してますっていう形でやるのはいい、別にやってもらっていいですけど、もうそういう人であることは変わらないだろうなって気はしますよね。確かにそうですね。経済アナリストの森永卓郎さんがですね12日 TBS の夕方の情報番組で河村市長が金メダルをかじった問題、森永氏は河村市長とは随分長い付き合いと関係性を説明すると、河村市長は渡されたら噛んじゃう人なんですと謎の発言をしたということなんですね。後藤選手は若いのでそういうことを知らなかったと思うので、周りの大人がとにかく渡すときに噛まないでねというか、最初から渡さないというふうにすれば今回のことは起こらなかったんだと思うともコメントしております。これは河村市長を援護しているという理解でよろしいんですかね。いやこのニュース結構燃えてたので、僕も読んだんですけども、はい、いやもう第一声犬かよっていう話でそうですよね。いやなんかちょっとこう、やばいおじさんをやばいおじさんが擁護するとやばい論理展開になるみたいな、いやこれってことはお父さんも河村市長に何か大事なものをかじられたことがあるんですか、ミニカーとか。いやどうなんですかね。でも、過去にも確か河村市長ってなんかシャチホコ、はい、にもこうかじりついてるみたいな写真があったんで、まあ、金ピカのものを見るとかじりついちゃうっていう習性があるのかもしれないです。よく赤ちゃんがね何でもこう口で確かめるっていう習性があるっていうのは聞いたことありますけど、赤ちゃんじゃないからね。しかも市長ですからね。市長ですよね。偉い人ですからね。でもそれはそうとですね、河村市長とお父さん付き合いが長いっていうのはご存知でした？いやこれはね僕結構ダウトだと思っていて、何でもかんでも友達だって言い張るんですよ、うちの親父は。そうですか。いやなんかね一回ヤクミツルさんも友達だみたいなこと言ってたんですけど、ヤクミツルさんが他の番組で僕友達いなくてみたいなこと言ってるのを聞いて、あそうですか、親父友達認定されてねえなみたいなあ、そういうこと。そういうのよくあるんですよね。まあでもある意味ね、一回でも会った方は友達って思ってくださるのはある意味ありがたいっていうこともあるんですけどね。多分寺島さんも、もうマブダチぐらいに思われてます。ちょっと待ってください、マブダチではないと思うんですけど友達まではよろしいんじゃないかなって。わしが育てたみたいな感じになってますね。いやいやそれはどうだろうか、あんまりお話したこともないですからね。はい、今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんでした。森永さんありがとうございました。ありがとうございました。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。